バババンババーンババーン、私だよはい、今日は初見です。嘘ばかり言うな。さっき会っただろ。今さっき別のところでお会いしましたね。びっくりでしょ。ストボケでやがるぜいやー、まあツイッチね、ちょっと扱ってみたくて、なんかどういう感じなのかわからなかったから、ちょっと10分だけやってみようと思って、ちょっとテスト配信にお付き合いいただいた方、本当にありがとうございました。難しいわ。なんかね、その OBS じゃなくて、なんだよ、ツイッチスタジオみたいなやつを使うんだけど、なんか、これどうするのみたいな感じで結構ね、難航してた。今日も可愛いね。ありがとう。今日はホラー映画を見たり、する一日だったよ。なんかね、ネットフリックスで話題になってた、台湾の、なんか実話を元にしたホラー映画でね、ジュソっていう映画を見たんですけど、おぉ、なんかね、久しぶりになんかちゃんとしたホラー、なんか、おぉと思うような作品に出会ったなって感じ。ちょっとレビュー動画作りたい気持ちがある今。今日も可愛いって打ったけど、サウンドオンリーだった。なんでサウンドオンリーなの？こんなに麗しい美麗配信画面見えてない。なんで見れてないの？じゃ、顔芸してもわかんないってこと？そんな報われないことある。なんで？あ、配信中？あ、通信料。あー、まあ、すぐね。あれなるもんね。通信制限かかるもんね。配信流しながら書いてたりすると、通信制限になって大変なことになるよね。セルフィキュースも帰り。今日ね、さっきね、ツイッチでね、お試し配信してみたの。10分だけ付き合ってもらった。ちょっと難しかったけど、またやろうと思うので、ツイッチもチャンネル登録してくれたら嬉しいなと思います。ま、嘘なんですけどね、なんで嘘ついたん？なんで言った？嘘ついた。嘘つく理由は、どこにもないよ。なんで嘘ついたの？まあ、今日本当にちょっと、本当今日なんだろう。なんかお話しする気分でも、おたおたお気分でもないなーっていう感じで、もんにょもんにょした感じ。なので、本当にこの配信はマジ短いけど、もう正直に言います。お団子くださーい。お団子ください。世界中のみんなー、こんな厚めにお団子ください。好きな子の前だと嘘ついちゃうんですよ。小学生男子あるあるみたいな感じのこと言うじゃん。まあわかる。天の弱なこと言っちゃうよね。ちょっと意地悪したくなっちゃうタイプなんでしょ。プリンでもいいけどお団子ください。これも嘘かもしれないもんね。もう何を信じたらいいかわかんなくなってきた。怖えわ。恐ろしい。何を信じたらいいの。ありがとうございます。このお団子と、じゃあ嘘じゃない。お団子いっぱいありがとう。やったー。お団子いっぱいたまった。300本もたまった。ありがとう。まあ、なんかね、たまにはと素直になっとこうかな。素直じゃないリスナーに素直になってみようかな。って思ったわけ。ありがとうございます。あとまあ、ツイッチもフォローしといて。そう、たまーに、もしかしたら YouTube がバチクソに調子が悪い時とかに、もしかしたら Twitch で配信しますよとかもなるかもしれないから、みんなしといて。一応まあ50人ちょっとフォロワーを増やしたいけどね。 Twitch の方も。え、それ嘘でしょ。それ嘘のやつじゃん。それいけないんだ。嘘、それはいけないよ。え、それでもそんなお団子の、今そう、絶対、それ嘘のやつでしょ、知ってるよ。と、夏蜜お団子のあれ、ホース見ると止まって。ドライブ中で固まる。そんな数字があるわけがないよ。今何本あるんだ、そもそもさ。なん。お、今ね、今のお団子804本あった。ありがとうございます。いっぱい貯めてくれて。こないだいっぱい打ち上げ花火してくれたけ。
だろうなと思った今。ありがとうございます。なんかね、ほんとね、今日はね、一日やる気がないので、今5分ぐらいなんですけど、あと5分ぐらいで今日配信終わろうと思ってる。なんかね、むにょむにょしてるし、明日もね、コラボ配信もあるしなと思って。あーあ、引かれた。ああ、大損失だ。10万お団子引かれてしまった。もう帳消しだ。人生ゲームみたいなさっぴかれ方するじゃんマイナスに振り切るじゃん。だいぶ損失の方がでけえよ。ちょっとホラー映画のレビュー動画作れるんだろうか。あなた果たしてどこまで喋っていいものかって迷っちゃうよね。あ、お団子ありがとう。パチパチありがとう。これが本物の拍手だね。ありがとう。それは嘘じゃない。今日みんななんか天の弱だから、嘘ついたり嘘つかなかったりなんでしょ。知ってるわよ。あー、月曜日ってだけでね、もうね、だるだるで、ちょっともう、何これ、はい、5億 !5 億もらった、何それ、すごい、5億もらっちゃった。やば。どうしよう、何使う。とりあえずライブ 2D でしょ ?3D で、パソコンも強強のやつにして、オリジナル楽曲も作っちゃおう、5億もらったら。5億もらっても VTuber 活動にしか使わん自信がある。引っ越そう。あ、引っ越そう。いや、でもさ、どこに引っ越すの。防音室が入る部屋に引っ越そう。それがいい。あ、ファイトありがとう。モフキューちゃんもありがとう。いいね。5億もらったら何するって話してて。引っ越したい。土地買って一軒家にゃ。ああ。でも、5億で買えるかな ?5 億で土地と家買える?固定資産税とかかかってくんでしょ?だ、そんならもう、あれ、5億じゃ足りねえべや。多分。一本もひぴょちゃんありがとう。おししもありがとう。ギフトいっぱいありがとうございます。5億じゃ足りねえな。飽きたらねえよ、そんな。ライブ 2D 費用とかさ、いろいろその 3D、もうハイクオリティ 3D を作って、もうフルトラッキングでスタジオも変えて 3D ライブもできちゃうでしょ?現状今の家で困ってないから、なぁ、5億足りねえかもしれん。どうしよう。わがままフェアリー見るもんね、ポンじゃん、もう。そんなん。5000万!あ、ほんとに?どんな命?いや、わかんない。でも固定資産税かかってくる。夏目 VTuber、ほぼ、あの、9割ほど、VTuber 専業で生きてるから維持できるか自信がない。維持できるかな。1億で、あ、とりあえず5000万で土地買って、あ、土地まで買わなくてもいいけど、家を買って、あの、防音室も中に入れて配信部屋を作ろう。フルトラッキングができる部屋にしたいなと思います。VR とかもできる部屋にしたい。あなたおかえり。今ね、5億もらったら何使うって話してた。突拍子もね話してた。固定資産税とか後の、え、でもしばらくかかんなくても今、未来の私が苦しむかもしれないでしょ?それならさ、あ、5億くれた !10 億になったけど、10億あったら家買うかもな。あ、でも、いっぱいイラストも発注して、新衣装も作って、すごい。もう、事務所税も目じゃねえ。クオリティのものをバンバン出せる。お歌もいっぱい出せるね。そんなに5億とかいらんかな?とりあえず VTuber 活動が健全に行えれば、夏美は、そんなに別に贅沢しなくても、今の生活でも大丈夫だよって思うから、5億、まあ、もらえたら嬉しいけど、まあ、後々ね、かかるもんがかかる、じゃないですか。今、あ、パンジーちゃん帰り、もう5億もらったら、どうするって話してた。みんな家買うか。でも、なんかね、配信部屋はちゃんと整えたし、あのね、配信部屋にもクーラーが欲しい。
でももう休みお金も取ったら、あーもう一人だしめんどくさいからウーバーイーツしちゃおうとか毎日するかもしれん。超有名さもね、金の力で殴りに行くかも。あのこれで、あの素晴らしいイラストを描いてください、あなた様のお力でってやるかもしれない。絶対やるわ、お金あったら。うわぁ、毎日ツタみたい依頼する。する、いいよ、1個5万円で受けたまわります。よべ、1本歌みで出すのにどんぐらいかかるか大体のコストバレちゃうのやめよう。なんか裏側の事情をすっきりさすのやめよう。36、いやでもその収録すんのも、まあ、ミックスするのもイラストもあるからね。イラストも1曲まあ 4,5 万だと思ってよ。えらい手間よ。いや 4,5 万じゃかからん、 4,5 万じゃ聞かんのじゃないか。あ、聞くかな、どうやろう。まあでもいっぱい歌出したいの、ね、いっぱい歌出して、オリソンでアルバムも作れちゃうかも。夢あるね、そう考えたら。5億あれな、5億のすみません、5億もらっといて、5億もらっといてなんですけど、すいませんでした。それ今日ね、あ、今日の配信は本当にマジで短めで終わる。お願いしたい人も、え、本当に、いや、なんね、なんかこれはやってほしいとか、やってほしい、なんかあのやれっていう話じゃないんだけど、やっぱりなんだろう、なんかスケーブとかでなんか自分のイラストとかを発注していただけたりすると、やっぱりね、あ、嬉しいなーって思っちゃうわ。自分でも全然、私はイラストを発注するタイプの VTuber だから、まあ、イラスト多い方で素材も多い方なんだけど、なんかまさかね、リスナーさんがからたまにイラストをいただいたりもするんですけど、なんか記念の時とかね、本当にありがたいなと思いながら使わせていただいてます。個人依頼受けてない、夏目が事務所に入るしかないわ、それは。リスナー集まって高田口、サマージャンボもなんか発売してるっしょ、もうなんか、いや、いいよ、もう宝くじなんか殻が多いから宝くじとも言うし、あのそいだら普通に応援してくれたら嬉しいかもしれん、うん、一応ね、先月までに集まったお金が月末に入るから、そこから4万を差し引いてパパにライブ 2D のアップデートをお願いするんだけど、頑張って11月までにね、新衣装のお金を貯めていきたいと思うので、協力してくれたらとても嬉しいです。お願いします。夏目が屋号を取得して個人事業主にちゃんとなればいい。わかんねえよ、難しいな。屋号とか、屋号の取得とか難しいわ、子供には難しかった。はい、屋号そっちの方、下、後ろの方の屋号、個人事業主になる。夏目の自分の父親が個人事業主だから、どうやって個人事業主になったのって聞けばいいのかな。でも VTuber の体があるって知らんしな。お歌を歌っているっていうのだけは知ってるんですよ。で、配信もしてるっぽいっていうのを親知ってるんですよ、実は。ここだけの話なんだけど、あの配信バレは、あの、ね、年末にした。あ、お団子ありがとうございます。今日お団子も欲しい日で、お団子もお茶も欲しいのでよろしくお願いします。こんばんは、ちぶぎちゃん、お帰り来てくれてありがとう。いや、恥ずかしいけどね、夏目はね、あのね、なんかね、年末かなんか、あ、年末に百曲待機をやった時に、たまたまその大阪から妹が帰ってきてて、妹にちょっとこの日、あ、夏目、あの百曲待機、あ、妹は知ってるのよ、夏目が VTuber であることも、ああ、歌も歌ってることも知ってるんだけど、ちょっと夏目、今からぶっ通しで100曲歌うから、今日そっちに、今日夜そっち行かれへんわみたいな話をしてて、そしたら夏目がこうやって一生懸命歌ってる間に、妹がなんかポロッと口を滑らせて、なんか配信してるっぽい、あと歌歌ってるっぽいっていうのがバレたから、はい、夏目歌って
撮るわ、楽しい人だ。あ、そうなんや、へーって言われた。全然驚かんと思って。インボイス制度さ、個人事業主の個人情報、インボイス結局どうなったの、どうなったあれ。いや、なんかどうなるんだろうね。あれ嫌だよね、とても。個人情報筒抜けじゃんと思って。株式会社ウルフレーターちょっと興味あります。本当に設立してくれる、箱作ってくれる、個人事業主怖い。インボイス制度はちょっとまずいよなと思うわ。いろいろ、まあ個人税だったらあんまり関係はないかもしれんけど、特に企業所属にされてる VTuber さんとか S さんとかはもう特にほらね、個人事業主の届けを出してる方も多いと思うからね、インボイス制度はまずいよな。有限会社ウルフレンズなら実現可能だと思う。おっとちょっと話が大きく飛躍しました。そんな、じゃあ、その会社は起業したら何をするの？起業して何をしたいかよね、あとは。株式会社ウルフレンズを作って何をするか。クオン夏目のバックアップしてくれるんだろうか、何なんだろうか。マネジメント、リスナーが雇い主になる難しいな、難しい話やめよう。今日は配信ちょっと短めです。なんかね、なんか毎日疲れが抜けないし、明日も22時から、YouTube の方でコラボで APEX の配信がありますので、明日は YouTube です。22時からいつもより遅い時間に配信をしますので、よろしくお願いします。うん、ウルフレンズのウルフレンズのための会社、それ会社じゃなくてよくないわかんないけど難しい話わかんない。ドクベちゃんおかえり。まあ、今日ちょっと配信短めなのでもうそろそろ終わるんですけど、なんか起業する話とかしてた。クオン1名のマネジメント業務、営業、グッズ作成。VTuber 事務所ってこと？狼系 VTuber だけを集めて箱作る意外とできそうって思っちゃった。うん、営業や広報、なんかチームギちゃんうまそう、上手だと思う。うん、めちゃめちゃ優秀な営業広報になりそうだなと思ってる。マンボウも帰り。今ウルフレンズが、株式会社ウルフレンズを作ったらっていう話、どうなるって話してた。何の話なんだって話だよね。よくわからないよね。なんでその話になったんだろうって感じじゃん。まあ、ことの始まりはなんかその、はい5億みたいなスタンプをね、こうなんか今日ツイキャスでもらったんだけど、5億もらったら何するって話をしてて、多分夏目 VTuber 活動で全力投球しちゃうんだろうな。 3D も バチバチにすごい 3D 作ってもらって、ライブ 2D もいっぱい作ってもらって、アップデートもして、防音室が入るようなお家にも引っ越してという話してたけど、じゃあもう一軒家買ったらいいんじゃないみたいな話から、固定資産税の話になったりいろいろした。話がだいぶ二転三転しておりまして、今この時間ですね。濃い18分お送りしております。でもさ、ほら、でそこからなんだろう、リスナーがじゃあ5億あったら、なんか有名な石さんとかに夏目のイラスト発注したりしたいって言ってくれて、でも個人依頼受けてないんですよみたいな絵師さんもいらっしゃるから、じゃあもうウルフレンズが起業したらいいんじゃねって話をしてた。起業にね、ウルフレンズが気兼ねなくウルフレンズを継続していくための円滑なライフプランニングそれっぽーい。税金対策は、そうね、税金対策大事。夏目より税金のこと、夏目より絶対ウルフレンズの方が税金とか確定申告とかあの辺の話分かってると思うからでもなんだろう、それは何なんだ、ウルフレンズが起業したからだから何なんだって話ではあるけどね。難しいね。狼 VTuber を集めた箱を作る。そう、ファンの方がね詳しいんよ、絶対絶対。うちも結構なんだろうな、20代後半ぐらいの方が多分多いと思うので、
なんかね、頭がいいリスナーが多い、頭の回転早いリスナー本当に多くて、わーって思ってる僕9歳、あ、本当に夏目ね、17歳。まあ17歳が夢小説かじってるって言ったら、まあ狼年齢17歳なだけで、人間年齢成人し、まあね、人間年齢は成人してるからね、大丈夫。設定年齢28歳です。チームギちゃんとはね、なんかね、いい、なんかね、なんか語らえそうだなって思ってる、勝手に。主にテニプリ方面で。ああ、あなたも、あなたもあれですか、フォレストページで夢小説を読んでいたタイプの方でしょうか。夏目はか読んでもいたし書いてもいました。うー、黒歴史。うわ、人間観察する60代、こんなピチピチで可愛らしい60代がいてたまりますった勝手のね、設定年齢28歳。パンジーちゃんはね、もう25、6なんじゃないかなって思ってるんだけど、どうなんだろうな。いや、わかんないな、リスナーの年齢意外とわかんないからな。大人びたにリスナー多いしな。実に、ほんとに魔法のアイランド、うわ、懐かしい、懐かしい。ね、夢小説って聞いて、うって。終電ちゃん5歳5歳だもんね、終電ちゃんはね。永遠の5歳だからね。ねえ、夏目も5歳にはなれるはなれるんだが、今の YouTube だったら多分怒られるんだろうなと思ってる。魔法の間、実は前言いましたけど、言ったっけ。いや、でもなんかパンジーちゃん割と本当のことに交えて、だいぶ嘘交えてくるタイプだろうなと思ってるから、あの、全部鵜呑みにしないようにしてそんなことあるみたいな感じだけど、魔法のアイランドとかフォレストページとかあっただろう。シャープシャープネーム1シャープシャープでお名前が変換されるんだよ。なりちゃ、なりちゃ、なりちゃとか今文化あるん。もうあんな文化廃れたと思うけど、信用ゴミチンパ。いや別にね、パンティちゃんのことがもう信用してないとかじゃないんだけど、みんなあこぞってこぞって黒歴史掘り出していくタイプだ。おやきよく、キビビやさ、あー、キリバン踏み逃げしないでくださいですやだーやだ、もう、もうやだ、もうほんと、もうちょっと怖いわ。全力プロフィールはみんな覚えがあるだろ。うん、 ちなみに熟練禁止、あったみんな知ってた。あのさ、ミクシーって、まだミクシーって存在するって知ってた？そう、掲示板が主体だったし、ブログがめちゃめちゃ流行ったよね。性別女です。ネカマやめろ。なりちゃんの発展が V みたいなところ。いや、なくなってないらしいよ、どうやら。なんかミクシーあるって聞いた。うん。ミクシーどうなってんだろうね。マイミクさんでしょ？うわぁ。うわぁ。モバゲーとかグリーとかはもうさすがないっしょ。モバゲーはあるのかな。やっとるやつおるんかな。おじおじ来る歴史はね、もうね、墓場まで持っていこう。モバゲーはあるよね。モバゲーニュースとかたまに来る。あ、グラブル、そうなん。彼氏いたし、ユリもやった。何でも通ってきてるやん。グラブル、そうなんだ。へぇ。グリーはじゃないの。グリーは死んだ？グリーは死にましたか？うわ、黒歴史掘り出しすぎって。怖いなぁ。だいたいでもみんなの歳が分かったような気がする。ねぇ。ミクシーとかあったよね。全力プロフィールもやったし。夢小説のリンクを探すのには、まずインフォメーションに入って、下の方にあのスクロールしてって、なんか隠しリンクを踏んだりするんだよ。知ってるかみんな。そう、ウルフレンズ大体どんな話題でもいけるのよね。怪盗ロワイヤル怪盗ロワイヤルまだあるって聞いたけど、本当かな、どうなんだろう。うん、ウルフレンズね、大体いろんな、なんかね、いろんな話題できるよね。なんか
泣いた話膨らむんだよね。すごい。うわぁ、あるの？怪盗ロワイヤル。あれでしょ、あの男が2人と女1人がなってなんか選べるんでしょ。老人会、ブルフレンズ老人会やったんかもしれんわ。はあ、ウルフレンズは、ウルフレンズだ、ウルフレンズね、大体ね、インターネット老人会やるとね、盛り上がるんですよね。グリニーはなんか VTuber にお金、3年前、もう3年前ならもうなくなってそう。VTuber の中はもう、VTuber の3年は本当にでかいから、3年前だったらもうワンチャン話ないわ、それ。1000人、インターネット1000人どもー、インターネット千人様、そんなインターネット千人どもに お知らせなんですけど、今度 YouTube でアニソン歌は、アニソン週割り歌枠やります。ハートキャプターさくらとか軽音とかなんかいろいろアニソンも歌っていきたいなと思ってますので、あとマクロスとかね、まあ、1時間ぐらいの配信かな。どっかでやると思います。まあ、今週はちょっと、週末の100曲耐久があるので、あんまり無茶はできないんですけど、そのうちやりたいと思います。たった一つでも、歌えへんかもしれん。なんか一応なんか覚え、あ、レッツゴムージードーマンセーマンドーマンセーマンってやつ。ヘイって、流行ったよね、あの当時ね。ちょっとなんか都合悪くなってきたなぁ。年バレるやん。都合が悪うございます。都合が悪うございますので、そろそろ配信終わっていこうかなと思います。組曲やめな、やめて、都合が悪うございますわよ。そう、ニコニコの今の子たち知らないよね。ただ結構今 VTuber のイベントとかニコニコ動画でやったりすることも結構あって、夏目8月のなんかね、8月になんかそのニコニコの V の企画かなんかに参加するために、一応ね、群青化チェンジをニコニコ動画の方に投稿しようと思うので、みんなマイリスト拡散どうぞよろしくお願いします。先日見とってもらったやめて、夏目見とったわけじゃないし、もう夏目が見たところにはだいぶこと切れてだいぶ立ってたイノシシなんよ、あれは。侍魂とかあったね、なんかね、感じタクティカルローン、なんか名前聞いたなセルスさん仲良しね、あんたたち、あんた、あ、リスナーこんな仲良し、仲がいいことなかなかないしね。あ、ちょっとファンボックス のお話、ゲーム会はちょっとまたいつやるかはまた考えますので、ちょっと日程調整お待ちくださいね、皆さん。うにゅう、頭がう。インターネット老人会やな、本当に。だいぶ盛り上がるよね、発数ね。なんか、はい、どういうこと？懐かしさに辛くなってきた。おえぐられてるやん。黒歴史すぎてえぐられてるリスナーいるよ。まあね、今日本当配信短めなので。いや、もういい、よかった、あの頃はね、よかった、うん、懐かしさの、まあね、まあ、またインターネット老人会枠は全然いつでもやれますので。そう、話せる黒歴史、夏目全然、もうマジ人に、これは人に言えねえなみたいな黒歴史もあったりするよ。で、ちょっと今日昼間さ、ツイッターでもつぶやいたんだけど、テニプリのオタクで、なおかつ夢小説サイトとか夢小説をかじってきたオタクを集めて、何かしら勝負をさせて、何かしら勝負をさせた後に、負けたやつが勝ったやつの推しの、それ、推しの夢小説を書くっていう罰ゲームいいなと思ったんだけど。もう、インターネット、デジタルタトゥーもいいとこよね。そんな地獄みたいな罰ゲームを思いついちゃった、昼下がりだった。誰が一番の波動機を放つのか。ね。ツイッターはポスト文書かせて、あ、つれー。いや、マジデジタルタトゥーすぎる。でも、ちょっと、面白いな、面白い企画だなって思っちゃった。
相手のちゃんとね、そのちゃんと今その夢小説の、あの名前が変換できるサイトがあるかどうかをわからないんだけど、わからないんだけど、ちゃんとね、名前のところをシャープシャープネーム1シャープシャープにしたいって思うのよね。うん、いや読み上げ動画を字幕でもやってもらうし、夏ちゃんと何でしょうかな、相手ほら、相手の推しの夢小説を書くわけだから、相手に読んでもらう相手に読んでもらう誰も幸せならんかもしれない。デジタルタトゥースクーショー、ほんと仕事が早かった。結構早く消したんだけど、あの間に合わんかった。ポストペットとかあったね、サービス終了したよね。あのさすがにそう、どっちも刻まれていくっていうね、どっちも十字架背負う結局どっちも十字架背負うんかいのやつね。ちゃんと声真似して読んでます。やだいや、ほんとなんで、あのね、なんだろうな、あの、なんだろう、声はね、あの、なんだろう、発音とか読み方とかにあの癖がある推しだったらまだいいんだよ。あの例えば仁王くんだったらちゃんと土佐弁で話すとかさ、あればいいんだけど、特徴がない推しとかだったらマジ困る。プリューやめな。テニプリの話をすると芋づる式に出てくるから、仲間捕まえてこようか。カバジ喋らんや。カバジ推しやったら積むわ。もう夢小説三行みたいな。カバジくん、いや、カバジくんと弁当食べるだけのやつとかになる話をこんなに思いつかんことあるんや。でもね、皆さん、あのさ、カバジって言うけど、ちゃんとねカバジの夢小説あるのよ。お前ら知らねえと思うけど、カバジの夢小説この世界に存在するからね。おう、イヌイと、あ、ヤギオとイヌイの掛け合い、教授とね、まあいいわ、いい掛け合い。そう、生き生きしてる。おたがたりしてる時だけは本当にもう、テニプリの話する時にバカみたいに元気になるの、本当どうにかしたい。そう、どんなキャラクターにも夢小説はあるんで、本当に。いや、夢小説はだいぶね、だいぶ心の支えやった。なんなら授業中にノートの下にルーズリーフ隠して夢小説を書いていたよ、私はね。友達と読み合いっこしてたな。遠い目しちゃった。やめよう。都合が悪い、本当に。まあ、またね。あ、そういえば、テニプリの、なんだろう、ワールドカップ編が、ネットフリックスで配信になりました。注目すべきはギリシャの代表。7人ほどいるんですが、なんとね、全員声優さんが関智一さん。っていうね、7人とも全員関智一さんがやられています。チーム関智一。不思議なれの鳴き声を知ってる越前亮吾やってダメダメダメ。はいやめてくれよ、ほんまやめろ。はいはやめろ。死にたくなってきた。不思議だね。かわいいでしょ。かわいさでね。もうかわいさでカバーした。もうほんと。うん。ありがとうございます。これ、このアーカイブをさ、このアーカイブをもし、YouTube に上げたら、きっと、最近ね、なんか全部タイムスタンプをつけていただけたりとかしてるんですけど、今絶対切り逃れる。不思議なれの鳴き声知ってる越前龍馬のとこだけどうしよう。ちゃんと様子刻まれるんかな、この場合。気になるな、それ。興味があるからアーカイブあげようかな。誰も幸せになる
誰も幸せになる夏です。モフピオちゃんありがとうございます。リスナーに滑らせられたのでしね。シークレットトラックで本当に誰誰誰の部分だけいる？いるか本当にいる？マジでうわー新しいでしたんだってそれはそう。そこの後アーカイブ開けてみよう。5億円とお互いの破綻話っていうタイトルで今日アーカイブあげるのでみんなチャンネル登録と高評価とコメントをしてほしいなと思う。アーカイブにもね高評価とコメントをぜひよろしくお願いします。うん、ぜひねだねだねだねの感想とかでもいいので、はい、コメントはデジタル脱深いな。それはそうということでね、明日の配信の準備とかもありますので、今日の配信こんな感じで終わっていきます。明日は22時からコラボの配信がありますので、YouTube に22時に集合でおよろしくお願いします。はい、準備頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございますって言う、ちゃんとね、あれも大会も APEX の大会誘っていただいたので、大会練習とかも今日もやっていったりだとか、コラボ案件が実はちょっとまだ何件かあるので、ちょっとコラボのサムネを作ったりだとかちょっとさせていただこうと思いますので、今日は、まあ、1時間もいかない配信とはなりますけど、また明日ね、一応コラボ配信なんですけどコメントあったら嬉しいので、そうカスタム初体験なのでちょっとねドキドキしてるんですけど、明日はね初心者のこと復帰勢のことを連れて、まあ、多分夏目が一番できるであろうっていう状態でApexの配信をしますので、ぜひコメントしに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。全然コメントできなくてもロムでも構いませんので見ていただければなと思います。みんなのおかげでもうちょっとで YouTube の再生時間が2000時間に行こうとしてますので、ぜひアーカイブの視聴をよろしくお願いします。みほっぴよちゃんありがとう。カスタムねちょっと初体験でドキドキなので、いろいろ結構練習とかも裏でやったりとかしてるんですけどね、頑張っていきたいと思います。ハンマーね取ったことがないので、ランパートにハンマーを持たせてやりたい、その思いで頑張ります。いや全然違うって聞く。だからまあ経験として大会せっかく誘っていただいたので、経験としてなんか楽しめれば全然いいですよって言ってくださってるメンバーさんからもね言っていただいてるので、楽しみつつカジュアルとかのカスタムのね空気に慣れていきたいなと思ってます。メンバーの中にマスターの方とかもいるのでね、もうなんか足引っ張って申し訳ないなとは思うんですけどね、ちょっと頑張りたいと思う。はい、めっちゃ頑張ります。ということで今日の配信こんな感じでおしまいにする。そう、楽しんだもん勝ちって言っていただけるので本当にありがたかったということでね、珍しくちゃんと30分ぐらいで配信終わっていきます。はい明日もね、明日は22時 YouTube で集合ですよ。わかりましたか？来てくだったら嬉しいなと思ってます。はい、終わりますということで、本日の配信、終わっていきますので、今名前見えてる方だけお名前呼んでいきますね、パンチーちゃん、セルキュース、チムギちゃん、ドクペちゃん、あとはマンボウと、ミナモと、コロコマちゃんと、シロテンちゃんかな。来てくださってありがとうございました。セルキュースもありがとう。はい、ということで、本日の配信39分と07秒お付き合いいただきましてありがとうございました。この配信アーカイブ残りますので、よかったら YouTube の方で視聴して、高評価つけてコメントくれたら嬉しいです。また明日の配信でお会いしましょう。おつるふでした。バイバーイ。おつるふ、バイバーイ。すいません。びっくりしとる。また名前を。踏み逃げ禁止だよ。ちゃんと高評価、コメントしてくださいね。よろしくお願いします。バイバイ。おつるふ。